割と本格的英語コロ教室は、ニンテンドーより2009年11月18日に配信が開始された、ニンテンドー・ダッシーウェア。開発は、九十エンターテイメントのヘッドストロングゲームズブランド。日本国外版のタイトルは、アートアカデミー、ファーストセメスター、アートアカデミー、セカンドセメスター。前期、後期の2つに分けて配信されている。本作を源流とする。 エゴコロ教室シリーズについても本校に記載する。2010年6月19日に全ての任天堂 d s で使用できるパッケージ版、エゴコロ教室 DS も発売された。2012年9月13日には続編である、任天堂 t e ー d 3DS 版、新エゴコロ教室が発売された。2013年8月8日にはレッスンなど一部機能を取り出した Wii U お試し版。 絵心教室スケッチが配信され、2015年11月12日に、レッスンや、ペイントツールのほぼ全てを実装した Wee U パッケージ版、じっくり絵心教室が発売された。タイトルにもある通り、絵の描き方について、アドバイスを交えながら実践して学ぶことができるソフトであり、絵の初心者でも進んで絵を描く楽しさを学ぶことができる。 公式サイトの関係者コラムでは、アーティスト経験と教習経験のある開発スタッフたちと絵に関して初心者、あるいは素人な開発、販売スタッフたちのやりとりを反映していることが記されている。スタッフは、プレイしたユーザーが本作を通して絵画、または絵を描くことへの興味を持ったのなら、ユーザー自らが実際の絵画に触れてみたり、 さらに深く学んでみることも進めて提案している。レッスンとしてのツールと同時に、アクリル絵の具を想定して再現した鉛筆が水彩画風のアナログ系ペイントツールとしても機能する。あくまで実際の画材で描くような感じを意識しているため、レイヤー機能やアンドリグ機能は実装されていない。スポイト機能は実装されているが、採取した色は混色を作る際のサンプルとして使われ、 採取した色をそのまま使用することはできない。PC 用の機能的なペイントツールと比較すれば不便な点はあるが、緻密な絵画を描くことができる潜在性を持っている。鉛筆はコードが3種類のものと消しゴムが選択でき、鉛筆を立てる寝かせる描き方をボタンで選択可能。消しゴムは1回でサッと消えるようなものではなく、段階を経て薄く薄く消えるようになっている。 そのため、練り消しゴムのように消す感覚で使用することも可能。絵筆は、平筆と丸筆がそれぞれ最、中、太しの3種類用意されている。鉛筆と消しゴムを使用するときは、鉛筆モード、絵筆と絵の具を使用するときは、水彩モードと呼ばれ、鉛筆モードから水彩モードに移行することはできるが、逆に、水彩モードから、鉛筆モードにすることはできない仕様である。 絵の具は10色用意されている。この10色の色はパレット上で色を混ぜることができ、10色までストックすることが可能。水を使ってキャンバス状の色をにじませ、ぼかしたり色を滑らかにすることもできる。また、絵の具の量や水の量も3段階の調節可能である。パレットには色の3原色、サブトラクティブミクシング。今作では赤、青。 木から二三字色を挟んで作られたカラーサークルが表示可能で色を混ぜて作る際、ある色にある色をどのくらいの濃さで加えると、このような色合いと明度に変化するといった具合に直感的に変化する色がわかるようになっている。前述のスポイント機能で得た色はカラーガイドとしてカラーサークル上でピンの形で表示される。 画面は一段階の拡大やグリッドを表示することが可能で、細かく描いたりモチーフを測りながら描いたりする際の手助けになる。DS のボタンの一部は操作のショートカットとして機能する。絵のレッスンは、講師役のビンスの指示のもと、鉛筆、絵筆でが陰影、明暗、ハイライトの付け方や色の質感、補色、モチーフの捉え方、遠近法など、 基礎的なものから順にステップアップしていく構成。前期の方は基礎的なものを6レッスン、後期はより高度な描写法を4レッスン通して学ぶ。これ以外にも復習のためのミニレッスンがいくつか用意されている。流れはレッスンで学ぶ要素についての説明から入り、その後ビンスが実写をもとに少しずつ描いていく手本の絵をモチーフに見ながらアドバイスを受け進めていく。 手本にするモチーフを実物に切り替えることもできる。説明は、プレイヤーの任意で進められ、描いていく絵の出来は、ソフト側で判断せず、プレイヤーの判断に任せられる。途中でうまくいかなくなった場合は、一旦説明段階を遡って、説明を聞き直し、描き直せるようになっている。ビンスが、レッスンで説明する内容は、絵を描くための説明以外にも、 実際の画家が用いた手法や概念を挟んで説明することもある。フリーペイントモードは前期後期ともに共通して収録されているモードで自由に絵を描くことができる。らしいカメラで撮影した写真をアルバムから参考画像として読み込みモチーフにすることができる。補助機能としてカメラで撮影する際グリッドを表示することができる。また参考画像はモノクロ。 アウトライン、光と影、ぼかしの4種類のフィルターがかけられるようになっており、線を抽出した絵を描くなどの練習画像として使うことができる。描いた絵は、ダシー本体のアルバムに保存することができ、SD メモリカードに移すこともできる。これにより、メモリーカードを通して描いた絵をパソコンに保存したり、ウェブにアップロードすることができる。 アルバムに保存する際、額縁となるフレームを設定可能。また、作業途中の絵も、レッスンフリーペイントごとに一つだけ保存することができ、同様に SD カードから他の記録媒体に移すことができる。なお、一度完成させて保存した絵を、フリーペイントモードで上書きして描くことはできない。絵心教室 DS は、2010年6月19日に、 発売された任天堂 d s 用ソフトとしてまとめられたパッケージ版。同日に値下げされるとともに、新カラー3色が発売された任天堂 t e n に合わせて出された。ダ a s h i r 版2本の内容にフレームとミニレッスンを数点追加して収録しているが、若干仕様が変更されている。モチーフ用の写真が数十点収録されており、カメラ機能のない DS でも DS 画面ないの。 モチーフとして表示することができる。ダッシーは従来通りカメラの機能を使うことができる。絵の保存は DS カード内になり SD カードに移すことはできなく、なったが完成した絵や撮影した写真は約80枚程度まで保存でき、途中保存の絵も各3枚まで保存できるようになっている。なお、体験版としてリンゴの絵を描くレッスンを他の DS に配信することができる。 初回出荷本数は少なかったが、ほぼ完売する高セールスとなり、任天堂の調査では、顧客満足度も高かったことが述べられている。テレビ CM では、女性芸人の妹彩子が出演していた。なお、テレビ CM のうち最初期に公開されたものでは、妹の後ろ姿が、わずかに映るのみで誰が出演しているのか判別できず、その後に公開された CM で、絵を描いていた。 絵の題材となっていた女性が妹だったと判明するという連続構成になっていた。みんなの任天堂チャンネルでは、オリエンタルラジオの中田敦彦と藤森慎吾が出演。自由体験の初めて編、中田が波、藤森がリンゴのレッスンを体験するレッスン編、お互いの顔を同時に描きながらデッサンし合う、実践編の三部構成となっている。新絵心教室は、 ニンテンドーより2012年9月13日に発売されたニンテンドー 3DS 用ゲームソフト。基本的な仕様は DS 版を踏襲しており、先生役のビンスにソフトの操作方法、絵の描き方、色彩理論、美術種などを教わりながら、3DS のタッチパネルを使って示された手順に、そいつつ自ら絵を描いて、絵の上達を目指していく。 個々のレッスンはソフトの操作方法や描き方の手順を細かく説明した普通のレッスンと説明が簡略化されたミニレッスンとに分かれて一つのテーマを構成している。油絵、水彩画、鉛筆月ンパステル画など使用する画材から写実的、デフォルメなど対象の描き方にわたるバラエティに富んだレッスンが含まれている。 ハードが 3DS になったことで DS に比べて高解像度の絵が作成可能となり使える画材も増え鉛筆、絵の具に加え色鉛筆、パステルも使用できるようになったり画材としてキャンパスや紙も選べるようになっている作成した絵は JPG ファイルとして書き出すことが可能で書き出した絵は 3DS のカメラソフトで参照したり SD メモリーカードを介して pc などに移すことができる。ソフトに標準収録されたレッスン以外にダウンロードコンテンツとして追加レッスンを任天堂 e シ d ッ e から購入できる。入門構想用コースこの記事は以下のカテゴリーでも参照できます。絵心教室 DS に関するカテゴリー、新コ心教室に関するカテゴリー。ありがとうございます。